どうも、ウェダックスです。本日はマザーボード A520MH バイオスターのマザーボードを紹介したいと思います。エントリーモデル、全通でパソコンを組みたい方、ライゼンの全通で組むにあたりおすすめできますね。なんと税込み7000円台で購入できます。だからおすすめできる CPU は 4000G シリーズですね。今市場に全然ないです。できれば 4000G で組みたかったんですけども、今ないので、Ryzen 3100で3100ですね。で、作っていきたいと思います。そしたら、初心者さんにもわかるように、動作テストですね。マザーボード、メモリ、CPU、そして、G じゃないので、ビデオカードが必要になるということをご理解した上で見てください。そしたら、とりあえず開封しますね。はい、開封しました。こちらがマザーボード本体となります。で、付属品は、パネルですね。で、取説とドライバーの CD とシリアル SATA ケーブル2本以上となります。シンプルですね。はい、そしたらちょっとマザーの方見ていきたいと思うんですけども、まあ、入出力もシンプルですね。PS2、マウスとキーボードと HDMI、VGA ですね。USB は3の、Gen 1ですね。で、LAN と、ギガビット LAN と、USB2.0 が2つと、オーディオ、イン、アウト、ヘッドホンかな。以上ですね。シンプルです。メモリスロットも2つ、64GB までとなっております。メモ、M.2 も1スロットですね。はい、シンプルな構成。これに、Ryzen 3100で、電源が入るかまでやっていきたいと思います。で、ぜひね、初心者の方は、自作するときには、こういう状態で一度動かすとね、安心して使えるよっていう状態まで持っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今回使う CPU なんですけど、本当は 4000G を用意したかった。ただ、今 4000G が市場にないんですよ。だから、Ryzen 3の3100ですね。こちらも全通なので、かなり期待できる CPU です。今度ね、またこっちの CPU の方を取り上げた動画で紹介したいと思います。はい、それでは CPU を開封していきます。CPU を開封しました。これが Ryzen 3100ですね。気をつけないといけないのは G がついてないのでビデオカードはいるよということです。はい、それではこの CPU をマザーボードに載せていきます。スロット開けといてですね、この角ですね、角に印がありますので、CPU も角に印がありますので、そこを合わせてもらう。合わすっていうか、スコンって入るところがあります。で、念のため、4つ角を押さえときましょう。そうしないと、針を曲げてしまうことがあります。これね、ないと思ってる人結構いるんですけど、そんなやつおらんやろっていう話もあるんですけど、意外と多いですね。はい。そしてメモリーですね。G スキル 8GB。最近の AMD は、相性はそんなにないんですけども、まあ、安心したければ、動作報告のあるメモリーを用意してください。はい。はい、これで CPU とメモリーが取り付きました。で、今回 CPU ファンなんですけども、白子ですね。AMD 用の白子。これがすごく取り付けしやすい上に、よく冷えるんでね。私はこれをよくテストには使っております。CPU ファンのところに電源を挿して、それでは CPU ファン取り付けます。本当はグリス塗るべきなんですけども、動作確認のため、グリスは塗らずにいきます。はい。これで CPU ファンの取り付けが終わりました。そしてここからが注意です。初心者さんは特に強い。 G がついてない CPU にはビデオカードが必須です。なのでビデオカードを用意してください。で、 4000G シリーズがすごい今売れてるみたいなんですけども、 4000G シリーズならこのビデオカードなしでここの映像の入出力が使えるわけです。 G がついてない CPU の場合はどうしてもビデオカードがいりますので気をつけてください。あと、このマザーボードは全通用ですので、全プラス、全には対応しておりませんので気をつけてください。はい。これで、OK かな。そしたら最後に、電源関係ですね。まず、CPU の電源。1箇所。
そしてマザーボード、見えないですね。まあこれを刺すだけです。爪の引っかかりだけはちゃんと確認してください。はい、マザーボードさせました。そして映像の出力ですね。この時に気をつけてほしいのが、ビデオカードを挿しているにもかかわらずマザーボードの方に挿してしまう人がいます。はい、ビデオカードを挿している場合はビデオカードの方に映像出力をつないでください。そうしないと映像が出力されません。はい、そしたらですね、これで大体準備は完了いたしました。あと必要なのはパワースイッチをショートしてあげて電源を入れる。でパワースイッチなんですけど、今私ここに配線が来ていまして、ここをショートすることによって電源が入ります。で配線はここですね、だいたい右下にあるんですけど、マザーによってはちょっと中に寄っていたり、ちょっと上の方にあったりもしますが、だいたいこの辺にあります。でこれのもうだいたい覚えればすぐなんですが、一応配線図出しときますんで参考に見てください。はい、これだけです。これで動作確認ができます。 CPU 取り付けて、メモリー取り付けて、 CPU ファン取り付けて、ビデオカードを取り付けました。そして電源2箇所つなぎまして、でビデオカードの出力につなぐと。はい、こんな感じとなっております。一応無線のキーボードとマウスもつなげときましょう。はい、これで完璧。はい、そして電源を入れるんですけども、スイッチをショートさせてあげればいいんですけども、この時に電源ですね、こちらの電源のスイッチを0から1に切り替えます。はい、これで準備 OK ですね。この時にマザーボードがもう少し高いものだとどっか LED が光るんですけども、今回は光りません。はい、そしたら起動できたら、無事起動できたら、ここに BIOS の画面が出てくるはずです。で AMD は BIOS が出てくるまでに結構時間かかります。だからその辺はちょっと待ってみてください。動かしてから、そうですね、1分ぐらいは待ってみてください。はい、それで多分問題なく確認できると思います。はい、そしたらショートしますね。これプラスドライバーとかでもいいんですけど、今回はこのパワースイッチでショートします。ショート、はい、電源ファンが回って CPU ファン、ビデオカードのファンが回っています。3つのファンが正常に回っています。でこの時にビープスピーカーをつけておくとよりいいですね。ピッという起動音が確認できればより安心できると思います。しばらく待ってください。マジか、画面出ない。はい、今1分ぐらい画面出るの待ったんですけど、画面が出ません。はい、仕方がないので一度電源を切ります。電源長押し。はい、電源を切りました。そしたらですね、こういう時は一度電源の種ですね、1と0を0に切り替えてください。そしてメモリーとかのね、配線が問題ないかですね。でパワースイッチのショートは問題ないので、こういう時はビープスピーカーを取り付けましょう。ビープスピーカーを取り付けることによって、マザーのエラー音が聞くことができるはずです。はい、そしたらビープスピーカーつけます。これか、はい、パワースイッチの上ですね、上にビープスピーカー取り付けるとこありましたんで、この状態でもう一度接続関係確認した上でスイッチを0から1に切り替えて電源をオンします。オン。ピーピーピーとなりましたね、3回。メモリーエラーか映像出力のエラーとなります。そしたら1回電源を
長押しじゃないと切れない。はい、メモリーを確認した上でもう一度スイッチ入れてみたいと思います。スイッチオン、一緒ですね。っていうことは映像出力かもしれない。もう一回電源切ります。メモリースロットを変えてみます。メモリースロットを一度変えてみるっていうのも手ですね。本当はメモリーの挿す場所の順番ってあるんですけど、間違っていても動くんですね。はい、そしたらメモリーの挿す位置を変えてもう一度。このメモリーは、インテルのマザーでは動作確認が取れているものです。もう一回電源入れます。電源オン。お、エラーが出ない。ということは、あ、なんかいかにも動いてるっぽいな。来た。このピですよ。このピが動くピです。おっと、メモリースロット、メモリースロットを変えたら動きました。まあこういうこともあるんだなと。2回目ですね。一応 BIOS まで行って2回起動し直して表示される感じなのかな。はい、とりあえず動作しました。うん、メモリおかしいな。一度電源切ってもう一回メモリスロット変えてみます。で、主電源も切っといて、メモリスロットですね。ビデオカードは問題なかったんですね。だから3回って多分メモリエラーなんですよ。2番目のメモリスロットちょっと見えないかもしれないですけど、奥の方のメモリスロットにもう一回メモリを差し直してみます。で、最近ね、メモリが甘いことによって、差すことが甘いことによってトラブルって多いんですよね。はい、しっかりと差しました。さっきもしっかり差したんですけどね。ならもう一度スイッチを入れてショートします。お、行ったかな。はい、これで分かるのはメモリの差しが甘かった。しっかり差したつもりなんですけど甘かったんですね。で、相変わらず起動にはちょっと時間かかりますん で今ピッて音が鳴ったのでバイオスが出てきました。 OK。で、ここまで来たら、せっかく来たんで、で、ビデオカードを取り外します。はい。そしたら、ビデオカードつけずに、こっちに挿したらどうなるんやっていうことですね。ビープ音で何がわかるのか。マザーボードの HDMI ポートに挿しました。ただし CPU が G ではないので、ここからは映像は出力されません。はい、この状態でそしたら電源入れます。電源オン。あ、B ポーは何もならないんやな。ちょっとだけ待ってみます。なりましたね。ピピー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 ぐらいですかね。これが映像出力エラーってやつです。はい、だからビープスピーカーが一つあれば、こうやって解決に導いてあげられるということを覚えといてください。はい、最後に、せっかくなのでもう一度、BIOS ですねの映像キャプチャーして終わりたいかなと思います。そしたらもう一度電源入れてスイッチオン。
はい、ピッという音とともに、BIOS ですね。ちょっとキャプチャーしとこう。はい、こんな感じで、動作確認。これで動いてないのに、M.2 つけたりね、SATA の SSD つけたりして、先に進んでしまったら、戻らないといけないので、ケースに収めてしまうとさらにややこしくなるので、この最小構成での動作確認をすることを私はお勧めしたいかなと思います。はい、これが最新のマザー A520 やったかなのチップセットの BIOS 画面ですね。 BIOS スターの、はい、そんな感じです。とりあえずこれで動作確認が取れましたので、この先に進める OS のインストールなりに進めるということになります。はい、終わり。はい、本日はバイオスターの A520 エントリーモデルですね、7000円台で買える Zen 2に対応したいいマザーだと思います。ビデオカードをつけない、もしくは PCIe3.0 で構わないという感じだとおすすめできると思います。安くでパソコン組むにはいいマザーだなと思われますので、どうぞご検討ください。はい、ということで本日はこれにて終わります。上ダックスでした。バイバイ。